要は財務省はこういうお金のプール論に基づいて皆さん国会議員や国民を騙し続けてたんですもしかしたら本人たちも勘違いしてるかもしれません恐ろしい話ですけど2021年衆院選直前には現役の財務官僚トップが稚拙な勘違い論文を雑誌に寄稿し世論を間違った方向に誘導したええー、だって経済学が勘違いしてるのもとはいえここら全部嘘です全部嘘なんです、はい、だってお金のプールなんかないんだからしかも国債発行したらむしろ銀行預金増えるんですからね これが事実なんです。ということで、MMT がやたら叩かれるのは、これを明らかにしちゃったからです。だから財務省も怒ってるし、主流派経済学者もめちゃめちゃ怒ってるんですよ、なぜかというと、自分たちが間違っていたことを全部あからさまに説明されちゃったから、まあ、はっきり言いますけど、MMT は地動説です、で財務省の国際の理論とか、あるいは経済学っていうのは、これは天動説です。 まさにその天動説から地動説に今変わろうとしている状況なので、地動説を散々言っている我々はまさにコペロニクスやガリレオのように迫害されています。